Yes, the screams! Screams! わっすいだっす、わっすいだっす、わっすいだっす。ハッキングの攻略法、めちゃめちゃね、前回も出したんですけど、ものすごくね、一手でいける可能性があるんですよ。一手とは全部で4つあるんですけど、ハッキングのね、内容、イベントの内容は前回の動画で見てもらえば多分わかると思うんですけど、今からね、その動画の攻略法、さらに攻略法いきますよ。ハッキングのイベントとは何かとは、前回の動画で説明しますんで、そちらの方ね、見てもらえばわかると思うんですけど、今回ね、パパパッといきますね。短時間で。で、ハッキングのイベント、よく来ますと、一手で何がわかるかというとね、いきますよ。今から実践しますね。まず左をめくる。この辺はね、前回の動画と同じなんですよ。そして、僕が言いたいのは、これね、一手でわかるっていうのは、一回ね、今一個だけめくったじゃないですか。一枚ずつね。一枚ずつめくると、こんな感じになりますね。ここめくるんですよ。まず、左の真ん中。ね、これめくる。そしてね、僕がね、わかる確定の数字があるんですよ。ここで、一枚めくるだけで、確定の数字があるわけなんですけど、この中にはなさそうですね。この中にはなさそうなんで、前回と同じように、もう一枚、めくりますね。すると、これはね、まあ、6517かな。うん、6517か。で、7。これで、クリアなんですが、で、実際ね、今僕が言いたかったのは、1枚めくるだけで、これ運もあるんですが、1枚めくるだけで分かるものがあるんですよ。これね、KFC の茶太郎さんがね、攻略してるんですが、おっと、この中にありますね。この中にあります。で、そして確定でね、分かる数字が3つあるんですよ。1枚だけめくって、1枚だけめくるだけで、数字がね、何か分かる。数字が、うん。これは、数字はこれだってのがね、あるんですよ。この中でね、ちなみに、二つあるんですけど、二つ。二つありますと、どれかというとね、左から二番目と、左から三番目。これがね、三なんですよ。うん。で、他のものはね、一番左と一番右はわからないんで、前のね、動画、前回の動画みたいな形で、めくってきますと、ね、もしね、前回の動画をね、まだね、見てらっしゃらない方いたら、ぜひね、見てください。このイベント結構出ますんで。で、すっごくね、めくる回数によってはね、アイテムの量が減っちゃう場合があるんですよ。で、なるべく、少ないね、少しのね、ハッキングソフトの本数でめくりたいわけなんですよね。で、この場合だと、ね、1339なんですよ。なんでね、真ん中2つ、真ん中の二つが分かるかというと、これね、3の数字って、一番左の真ん中のね、ページをね、めくるだけ、今ね、状態、その状態になってると思うんですけど、そこでね、分かるんですよ。3番はね、うん、数字の3。まあこれ1339なんで、まあこれはね、間違わない前提で今ね、言ってます。攻略法なんで。ほぼほぼ間違いないですよ。1339でしょ、これは。うん。で、3の数字は、左の真ん中だけめくるだけで、わかりますと。はい。これでね、無料解除をしてみますよ。はい、来ましたね。そして、残りの2つのね、数字があるんですよ。3以外にも、1枚めくるだけで、わかる数字があるんですよ。はい。来ましたね。この中に、一枚ありますね。うん。一枚あります。一枚あるとは、一枚めくるだけで、ハッキングソフトの本数を一枚使うだけで、一枚めくっただけで、何の数字かがわかる数字があるんですけど、お分かりでしょうか、これは。でね、これ、茶太郎さんはこう言うんですよ。確定は三つあると。はい。で、僕もね、実践して、何回か実践して、やって試して、
これは間違いないなと思ったんで、本当にね、ほぼほぼ 100% に近い確率でわかります。で、これちなみに、この中だったら一番左が0なんですよ、これ。0。うん。0です。で、他の数字はわからないので、何かはね、まだわからないですと。なので、ここをめくる。一番右上をめくる。そうすると、1974ですね、これ。あ、じゃあ、04、うん、0974、うん、0974なんですよ。一番左の、カードあるじゃないですか。ね。一番左のカード。これね、0なんですよ。今ね、僕ね、0974って言ったんですけど、一番左はこれ0で確定。1枚しかめくってないけど、これ確定なんですよ。で、確定の数字が3つあるって言ったんですけど、3つある中の2つ目ですね、今ね。さっき3が出ました。ね。3が出ました。で、今回0が出ました。確定の数字。うん。で、これね、0974なんで押してみましょうか。0907でしょ。で、4いきますと。で、9と7と4とかね。うん。974。この中だったら974は、2つめくらないと何かは確定はしない。うん。予想はできるけど、これかなはできるんですよ。これかなと思ってやると、外れちゃう可能性もあるんで、確定ではないですよ。うん。で、これはね、0974なんで、無料解除いきますよ。まあ、これでいきますね。なるべくね、少ない枚数じゃないと、もらえるね、ものが少なくなっちゃうんですよね、これが。個数がね。だいぶ減っちゃうらしいんですよ、これはね。うん。まあ、最後のね、確定の文字、もう一つ、出したいわけなんですよ。まずね、左の真ん中をめくると。で、この中では、ないっすね。この中ではないね。うん。この中ではないと。で、この中ではないので、一番右は3ですね。3ですけど、3だよね。で、あとはちょっとわからないんで、めくらなきゃわかりませんよと。で、一番右はね、一番最初に出た確定の数字って説明した数字が3なんですよ。うん。わかりますか？これ。9583なんですよね、これ。9583なんですよ。で、無料解除。で、いけますね。なかなかね、出てくれないですね、もう一つの数字。もし出てくれなければ、これね、こんな感じ。めくります。出てくれなければ、僕はね、そのまま数字言うんで、これがこうだよっていうふうに言うんで、で、実際に、今ね、これめくってるんですけど、これが、まだね、ちょっとわからないんで、この数字は。この数字はわかりませんので、まあ、こんな感じでめくっちゃうと、うん。めくってしまいましたね、今ね。わからないんでね、全部ね、これは。確定ではないんで。確定の3つの数字ではなかったんで、今は2つ、2枚ずつめくりました。そうすると、1869。ね。クリアですね、これはね。うん。これだいぶアイテムいいですからね。すごいね。いろいろもらえますし、すごいね。ゴッドファーザーの金貨とかもね、めちゃめちゃいいですよね。ファミリーコインとかもね。うん。ちょっと出てくれないですね。これ運もありますから、これね。運もありますからね、これ。で、この中でもわかりませんよと、すると2枚めくらなきゃわからないんで、もうハッキングソフトのね、枚数がなくなってしまったんで、これね、ちょっと絵があるんで、その例として。まあ、今回はこれ7644ですね。7644。いきますよ。これ合ってますから。はい、いきますね。そして、フォトウォールに、僕ね、
貼ってあるんですよ。これね、フォトウォール4つあるんですけど、これね、1枚しかめくってないやつもあるんですよ。これね、茶太郎さんの攻略法でありますよと。で、この中を見てもらうと、さっきね、僕が確定の数字が3つあるって言ったんですけど、一番最初に出てきた確定の数字、3なんですよ、3。うん、3。で、そして次に出てきた確定の数字が、僕が実際やった中で出てきた数字が、0なんですよ。うん、0。で、これね、もう一つ確定の数字があるんですけど、この図柄の中に、この絵の中にありますと。どれかわかりますでしょうかと。1枚しかめくってないんですけど、これ、この中で。これ、茶太郎さんがね、やってくれて、例として出してくれたんですよ、これ。うん。で、それを僕のフォトウォールに貼ってるわけなんですよね。これ貼っときます。貼らせてくださいってね。うん。で、これすごく便利なんで、で、ちなみにこの中だったら、左から2番目なんですよ。で、数字が0から9まであるんですけど、これね、0から9まであるんですが、その中で2なんですよ、これ。ね、下の方に、数字がね、5263ってね、無料解除するね、選択肢のね、数字が書いてあると思うんですけど、これ2なんですよ。1枚だけね、めくって。で、そこで、無料解除、確定のね、1枚だけで確定する数字、何かというと、3つあるって言ったんですけど、0と2と3なんですよ。0、2、3。お兄さんって覚えてください、お兄さん。お兄さんは1枚だけで、1枚めくるだけで確定しますから、ほぼほぼわかりますよ。うん。押し間違えなければ合ってます、これは。うん。間違いなく合ってます。はい。まあ、言い切れるんじゃないですかね、ほぼほぼね、これ。うん。下手になんかね、ちょっと違ったところね、右下だめくったり、左下をめくったり、するともったいないんでね、ちょっとわかりづらいんで、最速で、めちゃめちゃね、少ないね、枚数でね。本当にこれね、何回も出てきますんで、やればやるほどね、差がついてきますよ、これ皆さんと。違う他の人とね、この攻略法を知ってる人と知ってない人で、いろいろとね、また少しずつ差が開いていって、その少しの差がね、でかいんですよ、すごく。で、無課金の人とか、本当に、無課金の人とかほど、これは知ってた方がいい。本当に知らない人に教えてあげてください。本当に。でね、教えてあげても、わからなければ、この動画ちょっとあるよみたいな感じで、言ってもらえて、で、この最後の方だけでもいいんですよ。見てもらうのは、これですよって。分かってもらえた方がいいと思うんで、この辺は。うん。間違いなくこれめちゃめちゃいいですからね。なんで、本当に前回の動画もね、合わせて見てもらうと、ハッキングソフトこれで2回目なんですけど、まあ、さらに上乗せで今回の攻略法となりましたと。でね、めちゃめちゃいいんで、これはね、ぜひ覚えてください。もしわからなければ、ちょっとね、ちょっとだけバックしてもらって動画を、また再度見てもらうと、よりわかるかなと思います。はい。ということで、こんなね、説明になりますが、023ですね。023。うん。確定の数字は023。その3つがありますと。1枚めくるだけね。で、めくる場所が、その1枚めくるだけの場所がね、一番カードの左の真ん中。まずね、めくって、それで023が確定しますと。判明しますね。その時点で。で、それでも023以外の数字だったら、右上のカードを1枚めくると、全部わかりますと。うん。全部わかります。はい。ということで、こんな感じですよ。すごくいいじゃないですか。めちゃめちゃね、いい攻略法とかも、どんどん配信してきますんで、過去にもね、たくさんね、資源のね、採取法とかね、ものすごくいいやつ、たくさんあるんで、その辺もよかったら見てください。グッドボタンも、チャンネル登録もよろしくお願いします。ということで、今回こんな形で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。